絶対カズレーザー。この番組はカズレーザーがあらゆる企画に挑戦する、カズレーザーのカズレーザーによるカズレーザーのための番組。今回の企画は LINE グループに混ざってみた。あなたはどんな LINE グループに入っていますか？人狼ゲームを休日の昼間にするだけのグループ LINE がある。スパイダーマンって。スパイダーマン。パクチーが好きな人たちでグループ LINE を作って、ね、ノーパクチーノーライフ。この番組は世間の皆様が普段使っている LINE グループに芸能人が混ぜてもらい、そこにあるリアルな生態を覗き見する番組です。今回混ぜてもらう LINE グループは、さまざまなフェチを持つ人々が集う日本最大級のアンダーグラウンドイベント、デパートメント H。 すごい。その一角にブースを構えていたこちらの方が今回のグループのメンバー。おー、なんだ、え、出た、何これ。これは何で後ろのあの人の、ラバーマイクの人たちが集まるラバーブースですね。そう、今回の混ぜてもらう LINE グループはゴムを愛してやまない4人組。ゴムゴムゴム、あ、本当だ。その名もゴムゴムグループ。そこに混ぜてもらう芸能人が、ナツさん、どっちか。あ、俺だ、カズだ。ナツさん、なんすか、二択目ね。なんすか、なんすか。絶対カズレーザーですね。よくわかりましたね。メイプル超合金カズレーザーさん。で、今回あの、はい、まあ、一般の方の、おー、なん、どんなんなんですかね。入ってもらうんですけど、ちょっと詳しいこと僕らもあんまり分かってないですよ。まあちょっと今日実際に入ってもらって、はあ、まあいろいろ聞いてもらえれば。あ、そこで聞くんですね。はい。早速 LINE グループに混ざってみた。失礼な話ですけどね、入ってからこれは何の集団なのかって聞くんですよ。はじめまして。はじめまして。いや、すごい来る。じゃあそれ何者ですかって聞いたら、ゴムが、ゴムフェチ、ね、みんなゴムが好き。僕もゴムフェチです。あ、ちゃんと答えてくんねーな。ゴムを愛してやまないものでございます。なん、会話なんねーなー。なんなんですか。ちょ電話していいですか。もういいですか。これリーダー誰なんですか。なんとカズレーザーさん、このグループのリーダー伊達さんにいきなり LINE 電話しちゃいました。 LINE グループの意味がない。もしもし。あ、はじめまして、カズレーザーと申します。あ、はじめまして、びっくりしました。ゴムゴムグループという団体はどういった団体なんですかね。まあ、あのゴムを愛するといいますか、ゴムフェチのものが集まっているところですね。でそれを身につけるといいますか、着るといいますか、ドキュメンタリータッチのコーデですね。はー、なるほど。はい、ちょっと切りますね。なんなんすか、これ。よく分かんない。好きとしか言わないもんね。切るけど、私が働いている表参道のフェティッシュショップの店番してる時。店番？あ、何それ、フェティッシュショップ。なんか URL とか貼ってくれたらいいな。あ、ゴム専門。ゴムのそういうスーツとかばっか売ってる。あ、来た。あ、ちょうど貼ってくれた。聞こえてんのかな。あ、でもなんかちょっとそれっぽい。わ、すげえ。レディーガラみたいな服ですね。どういうことかな。このコルセットかっこいいじゃないですか。コンペルトコルセット出るかな、画像。あ、これほら、かっこいい。強そう。早速購入しました。ひなこさんはなんかショップ店員で、すっげえスケベな女でしょうね。今の状況でそのプロファイルするということで、この日からラバーマニアたちの LINE グループに混ざってみた生活スタート。
この日表参道でショップ店員をやっているというひなこさんのもとへスタッフが会いに行ってみました。うわーすごい、かっこいいな。すごい激しめだな。あら、あらあらあら、ひなこさん。はい、はじめまして、ひなこです。この方がショップ店員のひなこさん。お店の接客はいつもラバースーツで行っているんだそう。すごい顔。これ今全身ラバー。そうですね、全身ラバーです。この顔はどうなんですか。顔もラバーです。すごい。そうですね、透明のラバーと黒いラバーと組み合わせて作ってます。すごい薄いやつで。帽子のラバー。この帽子もラバーです。息苦しそうなね。たまらない。マニアにはたまらない感じの。このお店はどういうお店ですか。はい。いわゆるフェティッシュファッション、エナメル、ラバー、レザーとかのかっこよくておしゃれな洋服や小物とかを扱ってるお店ですね。そこにいないときは SM クラブで働いてます。おいくつなんですか。一応28ってことになってますね。はい、28歳です。これ素顔は見せてもらえないんですか。これまだ見てないですね。見れるんでしょうか、どうなんでしょうか。この日はカズレーザーさんの元へ。最初の日に買ったコルセットが届いてその画像を送りましたね。一緒に住んでるトレンディーの高橋さんがつけてくれて、これ送ったらこの方誰でしたっけっていう。全然伝わんなかった。ゴムのことは詳しくてもね、知らないですね。ここでラケさんがいつからラバーにハマったのか聞いてみる。早くない、みんな。すげえかっこいい。これもちょっと買いに行きたいですね。コルセってやっぱ面積が狭いんで、もうちょいやっぱ全身の方が。ということでカズレーザーさんもラテさんの案内でラバースーツを作りに行くことに。わかんない、誰かがわかんない。まあ確かに、はい、顔も知りませんしね。もしかしたら見切らないかもしれませんね。わかりやすいといいんですけどね。どうだろう。あ、風船持ってらっしゃる。え、ってことは、あ、ラテさんですか。え、出た。すげーかっこいい。これなんすか。どこが目かわかんない。視線がどこなのかわかんないな。ダースベイダーみたいですね。すげえ。危なくない。触っても大丈夫ですか。お、ロボーだ。すげえ。すごい。この方がラバーマニア歴23年、ラテさん。ゴム界では重鎮と言われるほどの人物。ラテさん、これどうなってんすか。 これは触って大丈夫ですか、はい、これはガスマスク。ガスマスク。え、ここ見えてる。うわ。夜中これで歩いてたらさすがにしょっぴかれますね。こちらが。あ、こっち。はい。わ、でも外観はめちゃくちゃおしゃれ。こちら。お邪魔します。おー、すげえ。うわ。すごい。美女がお出迎えじゃないですか。コブラのアーマーロイドレディみたい。すげえ。このお店は日本で数少ないラバーファッション専門店。数多くのラバーアイテムを取り揃え、ラバー界では知らない人はいない超有名店。お願いします。あ、すごい。すげえ。あ、でも着てない。髪型もプレデターみたいになってんじゃないですか。すげえ。仮面取った。この方が店長の木戸さん。キャリーパミパミのバックダンサーや大物アーティストの衣装も手掛ける凄腕デザイナー。これもラバーです。ラバー、あ、はい、え、
アミアミのままなんですね。そうですね。これ肉ですもんね。これ皮膚ですね。そうですね。僕もちょっとね、ちょっと最近興味持ちまして、はい、ラバーのちょっと服を作りたいなと思うんですけど、はいはい、でキャットスーツとか、まあ、一番最初なんだが、これがキャットスーツ。そうですね。あ、まあ、ノーマルな皆さん。なるほど、はい、結構高いんだね。これに、まあ、後の武装していくっていう感じですね。なるほど、一番ベースの部分なんですね。そうですね、はい。せっかくなんです、色が赤色が好きなんで赤いものを作りたいなと思うんですけど、それがゴムの素材なんですけど、おっ、出た。次は洋服作るときに、まあ、反物っていうやつですね。カズレーザーさんだとメタリックの、わあ、めっちゃかっこいい色。ということで早速再装。すごいとこが細かく入るんですか。そうですね、これデポです。これぐらいみんな細かく、およそ40箇所細かく採寸して体にぴったりと合うラバースーツを作っていきます。でも痩せたりしたらサイズ合わなくなっちゃう。やっぱりどうしてもシワ寄るとかっこ悪いんで、あ、やっと。そうですね。おお、銀行行けないですね。笑ってる一瞬、後ろの悪党が生まれたてのウルトラマンみたいな。これがスクマンみたいな。自撮りが。玉の形が見られたの初めてですね。もう合うんですよ、せっかくなんで。東京タワー、なんで東京タワー、やっぱラバーが入るのは東京タワーじゃないですか。やっぱりやっぱりね。そうなの。東京タワー。あ、どうでしょう、いるかな。でもこの間みたいな格好したらすぐ分かってるな。いた、多分これですね。あら、いた、あら、お待ちしてますから。かっけー、うわー、あ、すごい、本物の警察が仕事しますね。確かに、職質されちゃうよ。すごい、あら、初めまして、カズレーザーと申します。こんにちは。遠目見たら、まだ色塗ってるんですか。お、すごい。今日、東京タワーとカズさんに合わせてきました。あ、そう、だからちょっと高さがあるんですね。そうですよ、もう歩くの大変ですよ、もう。で、カズさん、はい、この間も、あ、マジっすか、撮ってきました。うわ、これじゃ撮影来ていいっすか。それではいよいよカズレーザーさんのラバースーツお披露目です。本邦初公開。最後のおばさん誰だったんだ。誰だよ。すごい、すごい、いいですね。カズさん来た。マーブルのヒーローみたいで、すごいけど、なんかマットとか欲しいですね。苦しいっすね。息苦しさがすごいっすね、これ。またかっこいい、かっこいいから、いいから持ってる。なんかめっちゃ水の中潜ったみたいな、全部ギューってされてる。ラバーに乾杯。よろしくお願いします。早速皆さんがラバーにハマったきっかけを聞いてみる。高速部から来てます。高速部、私も SM とかのアイテムで縛られたり、高速が好きで、そこからラバーに入りました。あ、僕はね、ちょっとエピソードとしては特殊なんですけど、父親がなんかこういう SM とかフェチの世界観が好きで、破けたキャットスーツを僕にくれたんですね。で、ちっちゃい頃こうやっぱ包まれたり伸ばしたりして遊んでたら、はあ、なんだろうこの不思議な感覚はってなって、もうゴムに300万以上使ったかな。結構、結構どっぷりですね。その後一行は東京タワー大展望台へ。ラバー着てもちゃんとインパクトになるんですね。ちょっと縛れてなるんですね。到着。この風景よりこの5人組の方が気になっちゃう。
かどうかもう分かんないよね。本当に俺がロケ行ったのかちょっと分かんないですけど。エマが頭を向けるんですか、ここに。エマありますね、東京タワーの神社が。ゴムをもっと変えますように。ラバールームかっこビルが欲しい。おラバーの、シャワーが見たい。間違いないと思います。これはもう。その後も全身ラバー姿の5人は東京タワーを満喫しました。すごいな、みんな笑顔がいつもこんな顔しないですもん。いいですね、いいですね。見えないけど、いい顔してる。見えないけど。ということでラバーマニアの東京タワー探訪終了。どっから撮ってた。これもしかしたらハマるかもしれませんね。ぜひハマってください。これはもうぶしつけなお願いなんですけど、素顔見れるか、見せていただける方いらっしゃいませんか。もう気になる。私は見せるな、これを。一応私は顔出しは OK なんですけど。あら、本当ですか。はい、まあ、そういう専門のお店で働いてますね。はい、あ、できました。もうすごいすごいすごい。ライトが大丈夫かな。あーあー、お疲れ様。綺麗な方じゃん。すっかり化粧も落ちてますね。はい、おー落ちてますね。なんですかね、今日初めて会った人の初めまして、素顔を見るから刺した感動はないですね。今まで顔見てなかったとかなら分かりますけど、別に今日会ったかったからまあ、おーぐらいのこっちにはなっちゃうんですね。最初はとんでもない変態の集まりだと思ってたんですけど、このままインタビューするの普通の人でしたね。今日会った人たちほとんど街で顔を合わせても俺分かんないわけですもんね。あのマスクをかぶってくんないと判別つかないって、なんか不思議な感じですね。ではライングループ退会します。あら、どうでしたか、ライングループ入ってみて。ラバースーツ、はい、初めて着たんですけど、めっちゃくちゃ気持ちいいんですよ。本当に一回着ました、その後あのラバースーツ、あれ一人で着るのに本当40分ぐらいかかるんですよ。